はい、エンディーズバンドオルムさんのリーダーコートボーカルのランです。こんにちは、こんばんは、おはようございます。おはようございます。ということで今回なんですけども、はい、また初登場になりますけども、はい、うちのチャンネルでは初めて取り扱います、うん、杉山清隆さんっていうコメントいっぱいいただいてましたね。杉山清隆とオメガドライブっていうね、はい、はい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 、ゴルフ名でやってたんですけども、はい、僕もね、ほんとごめんなさいやけど、はい、ほぼ知らないんですよ。私もほぼどころか全く知らないんです。多分その僕よりちょっと10個ぐらい上の世代の方が一番知ってんのかな。だから今50半ばぐらいの方かなっていう感じで、で僕らの頃にももちろん CD 並んでたんですけども、はい、僕はもうバンドブームやったんでブルーハーツとかあの辺の CD ばかり買っとったんですけど、その横にこの杉山清隆さんの CD が並んでんのってめっちゃ覚えてるんですよ。あ、要はあの名前は見てたって感じですね、うん、杉山清隆&オメガドライブっていう CD がねずっと並んだね、うんうん、なんだこの人はと思ってたんですけども、うん、聞いたことがなくてで過ごしちゃったんですけども、うんうん、今回ねそのリクエストが多くてすごく杉山清隆さんを取り上げてくれた。本当にあっちこっちの動画のコメントでぜひ、うん、ともこの方聞いてくださいっていうコメントよくよく見てたんで、うん、どなただろうこの人はと思って私、ちょっと聞いてみようかなと思うんですけど、ねはい、もちろんランさんも僕ももうほぼ、ま、ランさんなんか全く知らない、全く存じ上げてないので、うん、お初にお目にかかりますよってですね。今現状でそのあんまりテレビとかではね、はい、出ることはもうないんで、で今回この2011年の映像なんで、まあ、結構後なんですけども、はい、最近ですね、はい、10年前かこれ一番有名なのかな、2人の夏物語っていう曲なんですけども、はいはい、もしかしたら聞いたことあるかもしれないですよ曲は。うん、ね、ちょっとねこれを聞いてみようかと思います。聞きましょう、聞きましょう、はい、杉山清隆さん、はい、2人の夏物語でございます。はい、ゴー。めっちゃシティポップ感な、うんうん、1985年って書いてますよ、うん、そうそうそう、85年です。曲自体はねまだそのオメガドライブの時代ですね、はいはい、この電子音の感じとこのスネアのタンっていう音の強さと、うん、あのお顔と声のギャップが今この2011年の時点での見た目はごく普通です。ええ、めっちゃ甘い声なんですよ、うん、めっちゃ甘い声でもこ顔と声が僕ここ聞いたことあるんですよ。なんか聞いたことあるんですよ、うん、私。うわ綺麗な声やな。めっちゃええ声してる。うん、ここでね、うん、うわええ声聞いたことあんのよやっぱり。これ聞くと私聞いたことあります、うん、私え何やどうで聞いたか覚えてないけどなんかあのこのポロシャツみたいなの着ててこれからあのゴルフに行くんですかみたいな、うん、ちょっと風貌ですけど出てくる声がちょっとすごいな、うん、いやなんかしかもこのさりげなく歌ってる感じとかも好きだな、うん、余裕感 ね、声やな声この方もあの見た目と声のギャップがすごいな、うん、だからほんまなんかあのこっからちゃう人歌ってますよねみたいな。なんですけど甘いんですけどね、くどくないっていう不思議な声ですよね、うん、爽やかさも入ってて、うわこの高音部分がめっちゃ綺麗やな。あの画面隠したらめっちゃ若い人にも、ね、そう声めっちゃ若いですよね。だからもうなんか太い声出るもんや思ってたからあれみたいなこのねあの風貌もまあまあテレビ番組っていうのもあるけどジーパンにポロシャツっていう、あのちょっと蒸らした構造さんに繋がる部分もありますよね若干そこら辺ねうわえこれやわ、ここなそうロそう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 、ここの節結構好きですね私。ここ
そう、この曲自体はなんとなく聞いたことある、ね、うん、聞いたことある。はい、ということで、杉山清貴さん、いや、この方もさりげなくかっこいいっすね。かっこいいっすね。さりげなく歌ってるんですよ、終始。ま、正直、ま、今の見た目ね、今の見た目、今っていうか2011年時点の見た目では、電車によく乗ってるし、うん、感じの、いや、もう、すいません、こんなん言ったらダメですけど、普通に、電車で座ってそうな感じ、そうそうそうってか立ってそうな感じの、うん、だから、ね、僕その杉山清貴さんを勧めてた来たコメントでくれた人が、はいはい、ほとんどが村下幸三さんのファンの方なんですよ。ほんまですね、はい、村下幸三さんのところのコメントで杉山清貴さんがめっちゃ出てたんですよ、ねね、この方確かにその、そう、わかる、わかる、ジャンル的には似てる、わかる、わかる、綺麗な声でっていう。でもなんかものすごく着飾ってるとか、うん、超自己主張が強いタイプでもないんですよ。そうそうそう、普通なんですよ。ただ声がすげえ、ね、やばい、破壊力やばいっすね、この方の声、うん、声がすごいの残りますね、耳に。ちょっと今写真で出てるんですけど、はい、こんな感じだったんですよね。さよならのオーシャンという曲、まあ、ちょこっとあるんですけど、はい、若い時のね、あ、これさよならのオーシャンっていう曲です。サングラスしてたのは覚えてますね。ジャケットで CD のジャケット見たら大体サングラスしてるの、こんな感じで。声変わってへん、全然声変わって、全く変わってない、すげえ。わ、でもこのシティポップの音質とめっちゃ声マッチしますね、うん、めっちゃマッチする。なんだったらなんか声の精度、さっき見た最近の方の声の方がめっちゃ精度上がってますよね、うん、これサングラスかけてたのはどっちかというとそのお顔が個性的ではないでしょう、うん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 、どっちかというと薄い感じだったからこのサングラスとか衣装でしてたんかなと思うんですけど、これ多分僕の予想なんで分かんないですけど、サビぐらいまで聞きましょうか、うん、うわ、えっ声ちょっと80年代ってこういう感じが流行ったのかもね、うん、いやでも声がええわ、うん、そう、あ、甘いんですけど、うん、爽やかさがこうええ感じに入っとるんで、そうそうそう、延々聞いてられるな、この声。はい、ということで、はい、これは若い時の杉山清貴さんですね。僕もね、ほとんど知らなかったんでね。でもどちらかというとほんまに2011年の方ですか、うん、さっき聞いたやつね、さっきのね、あっちの方がめっちゃ綺麗、声綺麗くはなってるね、めっちゃ綺麗、こっちの方が、高音成分の伸びがすごいんですよ。でそれがなんていうんですかね、まあ、うん、キンキンしてるっていうよりかは本当なんか全部の音のバランスが超整ってるんですよね。あのね、これね、グラフィックイコライザーにすると、ね、ちょうどこう高音のね周波数成分がまんべんなくある状態なんです。そうそう、全部バランスよく出てるように聞こえるん でこれってどっか突出してる人ってすごくこうキーンと聞こえたりするんですけど、うんうんうん、まんべんなくその声の周波数成分が倍音が乗っかってる人なんですよね、だからこんなに嫌味なく聞こえるんだと思うんですけど、本当に全部の音ですけど、うん、バランスのいい声してますよね、うん、本当なんかほんまに嫌味のない声って、倍音成分がとにかく綺麗です、ね、綺麗な倍音が全部うまいこと均等に乗っかった声です ねめっちゃ綺麗。確かにこれは村下幸三さん好きな方ってうわー、わかるわ、わかるわって感じですね、わかるわ、聞きますね、この声やったら、なかなかのいい声で、だから腑に落ちたんですよ。だからそのコメントをいただいた方が村下幸三さんのファンの方が多いっていうので、で僕はちょっとその聞いてみたんですけどね、はいはいはい、そのこう動画に出す前にちょこっと聞いたとか、うん、
なるほどっていうのはすっごい腑に落ちたっていうね。もう最初はちょっとあの見た目と出てくる声の違いに驚きすぎて、うん、なんかあの精密に聞くことができなかったんですけど、すごいなこの方。この曲ね、なんかキー2人の夏物語はね聞いてますね。なんかの ドラマの主題歌とかですか、ドラマか CM とかでも流れてる、なんか私聞いたことあるなと思って。なんか聞いたことありますよね。あのサビのとこですよね、うん、そうそうそう。これでもウィキには、書いてないよな。うーん、何で聞いたの、なんかなんかのテーマ、フレーズなんか知っとるよ、うん、なんか知ってますよね。でもこれウィキには何も書いてないですね。なるほどね、はいはいはい。わでもこの声印象に残る、聞いただけで一回、うん、これこそなんかちょっと青春もののアニメっぽい感じです ねそう、二人の夏物語やし、違うそれこそメゾン一国みたいな感じの、ね、メゾン一国な感じもするよ ねどうなんやろ、この声はこの時代のね、そのアニメとか、うん、ほとんど僕見てなくて、あ僕もこの頃ってなんでしょうね、もう、うんうんうん、再放送の北斗の拳とかしか見てない。もうそこかよ。どこや、あのね、音楽とかやってる割にめっちゃ狭いんですよ、聞いてるやつが。まあでもそれは私もそうですし、広くまんべんなく聞けてない世代なんで、僕はあの、まあ、僕はちょっと特殊なんかもしれないですけど、ものすごく偏ってたんでこの頃。いや知れてよかった、私すごいええ声これプラス、やっぱりね発語が綺麗ですね。うん、綺麗ね。歌詞なくてもちゃんと聞こえます。うん、あーが綺麗で、ちょっと気張るというか、サビのとこちょっとだけチューブ あの前田さんの成分が入ってるんですよ。わかりますわかります、めっちゃわかる、それめっちゃわかる、めっちゃわかる。ちょっとチューブの前田さんの成分が入ってるなっていう感じで、あこの人チューブのバラードとかってチューブの曲でも合うんじゃないかなっていう感じで、ね、でこの曲をあのチューブの前田さんが歌っても多分合うんやろうなっていう、うんうん、その何でしょう、声綺麗族みたいな感じの。そういうカテゴライズしますか、声綺麗族。まあ、チューブの前田さんはもうちょっと個性的な声されてますけどね。まあ、ちょっとうん、味で言ったら、濃いめのパンチ効いた味じゃないですか。うん、この方本当になんかどこも火の打ち所なりバランスのええ味するんで、うんうんうん、あずっと食べてられますね。食べる、ずっと食べてられますね。表現よみたいな話ですけど、そう、ね、このサングラスしてた思い出したわ。なんかその大体 CD ジャケットをおそらくサングラスされてたと思うんですけど、なるほどね。まあ、ちょっとあの、ね、インパクトあるようにっていうことなんですけど、インパクトあるようにっていうことやと思うんですけど、サングラスのイメージは確かにありました、杉山清隆さんって。その逆に普通に見せても声がいいからいけそうな、当時ってね、どうなんやろ、当時のね難しいんですかね、そういうのね、音楽シーンって結構競争が激しかったからな。 あのやっぱりまず最初目立つことやらなあかんっていうのは、ああそうなんだ、だから目立つことをまず最初にやって、でそっからこう徐々にその自分のスタイルを確立するっていうのが、だからあのすごい歌手があのアイドルやったことが多かったでしょう。確かにそうですよね。うちでやってるとなると松田聖子さんとか、うん、秋名さんとか、うん、本田美奈子さんとかもそうですけど、うん、アイドルみたいな感じで出て、あなるほど、ね、とりあえず出だしはアイドルで出ろみたいなのが、これもう予想ですよ、うんうん、だけどあったんかなっていう、とりあえず目立つようにって、そこからそのアーティスト歌手としてこう徐々にこう刷り込んでいくっていうね、確かにそうかなと思いますね。まず知られんことにはっていうことですよね、うん、言ったらね、やっぱりアイドルが流行ってる時にはアイドルで出さないとみたいな、あーなるほどね、可能かなと僕は思いますけどね。でもその音楽って難しくて、素直にその本質でデビューってなかなかできないんで、本当の自分でなかなかデビューってできないんですよ。とりあえずこれで出とけと、ね、このパッケージにして出といてみたいな、結構いいと思うん でそれで出てっていう、で後々にあの、まあ、うまいことその自分の世界を作ってこうファンを作ってやっていかれる人もいたら、うんうんうん、もうその圧力っていうかプレッシャーに負けてこうもういなくなっちゃう人もいるしみたいなんで、なかなかこの時音楽って激戦やったと思うんですよね。
でもう今みたいな YouTube とかのない時代ですし、まあ、そうです、確かにそうだわ、うん、とりあえずもうラジオでやるか、ね、テレビでやるかで拡散しないといけないっていう、あと CM ソングとかで拡散するしかないんで、とにかくその入れる枠がめっちゃ少ない時代ですからね。それこそもう超枠の少ないイストリゲームを必死でみんなやっとるっていう感じですよね、うん、だから見栄えが良かったらとりあえず見栄え出せっていう感じでいっちゃうよねっていう。なるほどね、うん、もう本能にこう訴えかける見栄えが良かったらもう見栄えでいけみたいな感じで、だからそこでその村下幸三さんが CD ジャケットその自分の写真じゃなくないことが多かったっていうのは、うんうん、あんのもそこやったんかなっていうね。なるほどなるほど。今の時代やったら逆に言うたらすっごいウケたかもしれないです、あの普通の村下幸三さんとか、うん、絶対ウケてると思います、うん、はい。だって今出てる人って、うん、ものすごくその外見上の特徴があるかって言ったらあんまないよね、普通の人よねっていう人が多いんですよ、うんうん、そう今そういう時代やもん、ええ、うわ今ね、こういった方々が第一線におったら、ね、あのこの時代に80年代とかにおったからこう話題になれたのかもしれないです。逆に、ね、これは難しい、たらればの話になってくるんで、ね、確かにそうですよね、うん、なかなか難しいんですけどね。まあ、でも杉山清貴さんってこういう方だったんですね。うわー、ええー、声やわ。またええ声を見つけてしまいましたね。ええー、声やわ。これはちょっとね、うん、まあ、あの女子的目線ですよ、もうここら辺で歌っといてくださいよ、うん、話ですよ。あもうその声ええわー言うて、ええわー言いながら。でも今 この時点での風貌はゴルフ行く方みたいな。今からちょっとゴルフ行ってきますみたいな。なんならなんかちょっと会社あのちょっと経営してますみたいな感じよね。ゴルフ行く前にちょっと歌ってから行くぐらいの。そうそう、でもそれぐらいの余裕やねんな、雰囲気が、ね、そう、ええ感じもなんかこう歌ってます、もたれてますみたいな、そんなのなくてね、軽く楽しく軽くこうパーって歌ってんねんけど、ごっつい声出とんなみたいな。そうそう。いやいやいや、その感じからその声出ませんけどみたいなね。っていうね。また杉山清貴さんもちょこちょこやっていこうとは思います。ね、はい、 うん、やってください、私、ま、好きやから。はい、好きやから出ました。好きやから、はい、好きだからいう、ね。ということでね、はい、今回はあの杉山清貴さんの二人の夏物語という曲をね、2011年の映像ですけど、はい、見てみましたということで、これぐらいにして終了したいと思います。はい、皆様もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ますではでは、毎日見てよ。ありがとうございます。あ、よかったっすね、ランさんの、あの気に入ってくれて。いやー、好物っすわ。でもこんな方がいたって知らなかったでしょ、ランさん。全然知らなかったです。私ね、基本ね、甘い声嫌いなんですよ。はい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 。なんか甘いイコールくどいってなっちゃうんですよね。なんであの聞いた瞬間、あ甘い声、あ無理無理無理みたいな感じなんですけど、全然いけませんね、この方ね、本当になんかね、いやらしさないっすよね。ね、いやらしさゼロの声で言ったら本当に村下幸三さんと同じ部類じゃないですか、言ったら。でも村下幸三さんよりも甘さはちょっと濃度濃いめなんですよ。濃度濃いめですね。いやこれはちょっとほんま村下幸三さんはね、難しいな表現が。でもどちらかというとなんかこう音のなんていうかふわっとした感じが、なんかまあ、低音成分の音が柔らかいんですよ、うん、村下幸三さんって、うん、そこのタッチが。でこの杉山清貴さんって、まあ、声的には高めじゃないですか。そうですね、成分的にはちょっと高めです ね。であの低音成分 の、まあ、割合で言ったらそんなに村下幸三さんよりかは多くないんで、うん、どちらかというとめちゃくちゃ甘く聞こえるか、うん、キンキンするかどっちかにしか聞こえないんですけど、声の出し方のバランスがいいのか、そもそものバランスがいいのか、うん、うわこれすげえわ、私の嫌いなジャンルの声のはずなのにめっちゃ好きですみたいな。そう なんか不思議。またやっぱりこのその嫌味がないんですよね。嫌味ゼロ、軽くやっちゃってるからね。嫌味ゼロです、あの声もそうですけどパフォーマンスも嫌味ゼロなんですよね、うん、軽く本当にさらっといく感じやねんけども、ね、声が素敵っていうね。こういう大人いいですよ ね。こんななりたかったわ、憧れる。
もう俺ら一生懸命ねやらんと、もうねあかん人間なんで、いそせなあかんのにね、必死こいてヒーヒー言うてね、もう必死でも私やってますみたいなことせなあかんし、なんかもう余裕感のある、まあまあまあ実際そのやっぱりその苦労はされてると思いますけど、そうだと思うんですけど、それをこれでこういう出し方をできるのはすごいよね、他人にそれ見せへんっていうのがすごいんですが、ほんま爪隠してる感がすごいじゃないですか。もちろんそのミュージシャンなんでね、練習ぐらいはやってると思うんですけど、あでもすごいな、羨ましい。あの杉山清隆さんってこの方だったんだっていうのは分かりました、あの 曲を聴いてね、うん、ええ声してるわ。はい、ということでね、また引き続き追っかけていきますということで、はい、聞かせてくださいね、はい、はい、ということでおっしゃったでございました。ではありがとうございます。10月